国民民主党、石丸伸二をマイク納めに演説台に上げて炎上。なお、両者意見が食い違っている模様。まあ、事実としては、その、国民民主党のマイク納めの時に、石丸伸二さんがなんか、登壇して、皆さん選挙に行きましょうみたいな、国民民主党の応援じゃない感じの演説をしたということですね。石丸さんの登場に対してコメントいただいてますが、私も正直びっくりしました。私自身、現場に到着するまで全く知らず、石丸さんが偶然来てくれたので、現場を盛り上げたいという判断でご登壇いただいたとのことです。政治のエンタメ化を唱える石丸さん流の投票率を上げるためのメッセージなんだと捉えていますが、まだまだ国民主党を知らない人たちもいっぱいいるので、名前の知った方に協力いただけるのはどんな形でもありがたいと考えています。とにかく、国民民主党として政策を実現するための力をもっともっとつけていきたいと思っていますので、ご協力をお願いいたします。石丸伸二。様子を見たところ、渡部恵子議員からぜひ話してくださいと頼まれました。一度は断りましたが、再び声をかけられたので、玉木代表が来るまでなり少しと受けたのが実際の経緯です。投票率を過ぎたので言っておきます。一般人に批判の肩代わりさせんな。ってことですね。この経緯が本当だったら、石丸伸二さんかわいそうだね。かわいそうっていうか、頼まれて行ったらね、なんか、呼んでないのに勝手に来たみたいな感じ言ったらね、かわいそうってよね、うん。ガバナンスがむちゃくちゃなんだなっていうのは正直思うよね。うん、誰あげるかって一緒に大切な話でさ、玉木代表はすごいやっぱ軽いところがあってさ、私一番その、何回も取り上げてるのが、立花隆が参議院議員になった時、バリバリでなんかその、私人逮捕だとか言って、演説に対してヤジ飛ばした一般人を大勢取り囲んで取り押さえたりしてる、最悪の人権侵害をしてた時ね。そういう時に、立花隆呼んで笑顔でね、いや、来てくれて、立花さんとか言ってさ、契約のやつだな、こいつと思ったのね。立花さんで出た動画すごい伸びましたよとか言ってね。うん、すんげえ契約のやつだと思ったの、俺はね。それが継続しているってことだよね。この玉木雄一郎さんの名前が知れた方だったらありがたいみたいなってことだよね。朝原祥子でもいいんですかって話で、それダメなわけでしょ。うん。別にその石原慎二さんが朝原祥子だと言ってないんだけれども、でそれこそ例えば、共産党の代表者でいいのか、参政党の代表者神谷さんとかでいいのか、でそれダメなわけでしょ。その基準っていうのは、本人たちが、この人は考えが近いと思ってるから上げてるわけ。ね。それの中に石丸伸二さんが入ってるってことだね。遠からずってことだね。それで、まあ、ぜひ、上がって応援してくださいっていうふうに言っていて、そういう意味ではね、なんていうか、近いような気もする。要するに、適当なこと言って、支持集めるっていう感じだから、手取り上げるとかいうふうに言ってるけれども、それもどこまでやりたいのかなっていうふうに思っちゃうね、正直ね。石丸伸二さんってあんまり、その、政策がない人だから、よくいるんだよ、この YouTuber とかでもさ、ヒロシとか絡んでる YouTuber で、まあ、私とも絡んでくれてる人いるんだけれども、まあ、私結構誰でもその、いいんですよ、みたいなね。その、揉めてるとかあまり関係なくて、その、誰と仲良くしたいんだよ、みたいなこと言うわけよ。その人の考えたから別に構わないんだけれども、私の中では、それは嘘だと思っていて、でそれは死刑囚とか絡まないわけよ、その人は。ね。殺人犯とかと絡まないわけですよね。もちろんその、数字持ってる持ってない別として、ちょっと殺人犯はちょっと、みたいになるわけだよ。それはそのヒロシのやってることっていうのがその人の中では軽いと思ってるってことだよね。それは。そういうことでしょ。それはなんか私の中ではまあ微妙な人だなと思いながら見ちゃうよね。正直ね。玉木さんとかもその石丸伸二さんとかはまあ上がってもいい人だというふうに思ってるわけだよね。そういう意味では石丸伸二さんと近い人なんだっていうのは評価は変わらないし、その上で石丸伸二さんに失礼だというふうに思うよね。なんていうか、その、身内が頼んであげてんのにさ、私知りませんでしたとかって、私どうなんだ正直思わない。うん。それは石丸伸二さんかわいそうだよね。国民民主は積極財政を公約に掲げているのに、バリバリの緊縮財政派の石丸を上げちゃった時点で、信念は何もないんだって思った。そうなんだね。一応、玉木さんもね、経歴ちゃんとある人だから、そう簡単に尻尾を表さないような気もするけど、私としては本質、立花隆みたいなのは、ポピュリズムだなって印象です。橋本徹とかね。立花隆みたいな方じゃないから、そう簡単にはその、尻尾出さないけれども、みたいなもんだなと思っちゃう。自民党とか立憲民主党とかとはやっぱ違うよねって思った感じです。